皆さんこんにちは。ハーバード大学3年生のあやです。本日はですね、こちらのテーマ、GPA の質問に根こそぎ答えるということで動画をやっていきたいと思います。アメリカのトップ大受験、実はエッセイ7割、成績3割と言われているほど高校でのですね、成績が非常に重要になってきております。で、日本の大学受験をする場合ですね、 AO だったり推薦入試の場合を除いて高校での成績が評価されるなんてことはないので、日本人の私たちにとって高校の成績が大事っていうのはなかなかですね、分かりにくいところがあると思います。ですが、アメリカの大学ではですね、学び屋としての大学が非常に重視されているため、大学での勉強を頑張れる学生が求められています。そのため、高校での成績が悪い人、つまり高校での勉強をあまり頑張れなかった人が、よりハードになる大学の授業で頑張れるはずがないという考え方のもと、高校の成績が非常に重視されています。で、まあそれほどですね、成績が重視されているからこそ、皆さんも不安なことやわからないことが多いと思うので、今回はですね、この動画でそれらの質問にどんどん答えていきたいと思います。ということで、こちらが今日のラインナップです。まずは GPA って何なのか、そして今成績悪い人は一体どうすればいいのか、また特別な事情があって成績が落ちてしまった場合の対処法や、高校のレベルが成績に加味されるのか、また APIB とは何なのか、そしてそれは取った方がいいのか、これらのですね、6つの質問に答えていきたいと思います。まずはそもそも GPA とは何ぞやという話で、GPA とはグレードポイントアベレージの略で、高校3年間の成績の平均点、グレードポイントのアベレージとなっております。で、日本の多くの高校がですね、5段階評価で成績をつけるのに対し、アメリカの高校は4段階評価でつけるのがスタンダードになっているので、日本の高校の3年間の平均点に 0.8 をかけたものが、アメリカの大学に提出する GPA となっております。ここでですね、少し気になった人も多いと思うんですけど、もし高校3年間の成績の平均点しか提出しないんだったら、今成績が悪い自分は一体全体どうすればいいのか、どうやって挽回すればいいのかっていうのを気になる人も多いと思うんですけど、実際ですね、 GPA だけではなく、高校3年間分の通知表、トランスクリプトも一緒に大学に送ることになるので、3年間を通してのですね、成績の伸びもきちんと大学に評価してもらうことができます。例えばこんな感じで、高校3年間ずっと成績が良かった、ほとんどオール5みたいなのはもう文句なしなんですけど、このようにですね、高1から高3にかけて頑張って成績を伸ばしていったみたいなケースもちゃんと大学には評価してもらうことができます。ただですね、避けてほしいのはこちらのケース、高1から高3にかけて成績が下がったという場合です。これは非常に印象が悪いですし、特に皆さんに気をつけていただきたいのは、高3の夏から冬にかけての受験期にもなるべく成績を落とさないでほしいということです。勉強はですね、受験のためにやっているのではなく、自分のためにやっているもので、受験のために高校の勉強がおろそかになってしまうというのはあまり印象が良くないので、この高3のですね、忙しい時期も大変だとは思うんですけど、なんとか成績を下げないようにだけ頑張っていただければと思います。で、皆さんの中にはいろんな事情があって成績が落ちてしまったという人もいると思います。例えば病気をしてしまったとか、家庭の事情があったとか、クラス内での友人関係など様々な事情によってですね、一時的に成績がガクンと落ちてしまった場合は、必ず高校の先生にその事情を説明してもらうようにしてください。通知表の備考欄だったり推薦状だったり、先生が事情を説明できる場所はたくさんあります。なので、もし自分にですね、そのような特別な事情があった場合は、必ず高校の先生、特に推薦状を書く先生と密に連絡を取り合って、そこら辺のですね、情報をアドミッションズオフィスにきちんと伝えてもらうようにしてください。ここまで見てですね、皆さんにも分かっていただけたとは思うんですけど、成績は非常に重要だからこそ、アドミッションズオフィスもきちんと慎重に審査してくれます。なので、今成績が悪くても、また事情があって一時的に勉強がうまくいかなくても、必ずですね、皆さんの努力、そして成長はちゃんと見てもらえるので、最後まで諦めないで高校の成績に関しては頑張って取り組んでいただければと思います。で、次によく聞かれる質問は、この高校のレベルが成績の評価に加味されるのかという話です。で、答えはイエスで、高校の先生がですね、大学に学校紹介レポート、いわゆるスクールレポートというものを送ります。そこで高校のレベルや成績の付け方などを説明するので、例えばうちの高校は日本で何番目に難しい高校ですとか、うちの高校はこのように成績をつけているから結構5を取るのは難しいとか簡単だとかいう、そういう説明を先生にしてもらうことになりますので、もしですね、いわゆる成績が取りにくい高校、なかなか5を取れない高校に通っている場合は、皆さん必ずその事情を先生に説明してもらうようにしましょう。
最後にですね、APIB の話をしていきたいと思います。受験の準備をしていると APIB という話をですね、ちらほら聞くこともあると思うんですけど、これ一体何なのかというと、 AP とはアドバンストプレイスメントの略で、大学の基礎レベルの授業をなんと高校生の時に受けられるプログラムです。アメリカの高校だったり、あと国内のインターナショナルスクールなどで提供されているプログラムで、このプログラムを受けると自分はちょっと普通の高校生よりはレベルの高い授業を受けてましたというアピールになるわけですね。また IB テストというインターナショナルバカロレアと呼ばれるテストもありまして、これは国際バカロレア機構が運営するプログラムで、 AP プログラムと同様に、まあ、特別な授業を受けて最後にテストを受けるといったプログラムなんですけど、このテストスコアはですね、国際的に認められていたりもして結構アピールになるということで、 AP も IB もテストスコアがアメリカもしくは国際的に認められていることもあり、これらのスコアを持っていると受験時にとても有利だと言われております。では私たち日本人受験生は APIB を受けた方がいいのかっていうのが気になる学生も多いと思います。で、実際私もですね、受験期この APIB っていう話を聞いて、私はそのスコアを持ってなかったし、自分の高校でもそれがオファーされていなかったので、もうどうしようもなかったからこそ結構すごい不安になったのを覚えています。ただですね、受けた方がいいのかという答えに関してはノーで、留学生はですね、それぞれの国や高校の背景に基づいてちゃんと評価されています。で、実際アドミッションズオフィスも日本の一般的な高校で AP や IB のテストを受けられないというのは彼らも十分分かっているからこそ、 AP、IB スコアがなくても受験において不利になるなんてことは一切ございません。そのため AP、IB テストを無理に受ける必要は一切ありません。むしろですね、彼らが私たちに望んでいるのは、AP、IB テストを受験のためだけに受けるのはやめてほしいということです。彼らはですね、私たちの貴重な時間をもっと自分磨きだったり課外活動だったり、もっと自分たちがやりたいことのために時間を使うのを望んでいます。そのため、もしですね、なんだろう、よっぽど英語で書く教科を学んでみたいとか、もしくはもうちょっと進んだレベルの勉強をしてみたいみたいな、そういうどうしても APIB を受けたい理由がある、モチベーションがあるという場合以外はですね、受験のためだけにわざわざそういうプログラムを時間をかけてまで受けるのはやめるようにしましょう。以上をもちましてですね、GPA に関するいろんな質問に、お答えできたかなと思っております。で、私が一番最後に強調したいのはこちら、推薦状を書く先生と密に連絡を取りましょうということです。成績が重要だからこそ、皆さん不安に思うこと、迷うこと、気になること多いと思います。そういうものをちゃんと高校の先生とシェアして、可能な限りですね、自分が不安に思っていることだったり、自分が持っている事情だったりをちゃんと説明してもらうのが一番いいかなと思います。で、高校の先生もそういった推薦状や通知表の書き方には慣れていないと思うので、彼らもわからないことだらけだからこそ、受験に関してよくわかっている皆さんが先生にちゃんとこういうことを説明してほしいというのをきちんと伝えればですね、高校の先生もそれに答えてくれると思います。以上で GPA に関する動画は終わりです。もしですね、 GPA に関することでも関係ないことでも質問等ございましたら、こちらの SNS にどんどん、気兼ねなくですね、質問を寄せていただければと思います。私も毎日ちゃんとそれらの質問に答えているので、本当に遠慮しないでいただければと思います。また動画に関するリクエストも寄せていただければと思っております。それでは、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。